ヘルシーな惣菜プレート。まずは焼津市堂原、焼津市立総合病院の近くにあるマクロビカフェ中陽ライフ。5年前にオープン、料理教室なども行っているヘルシーなカフェです。動物性食品を使わない、体に負担のないものを意識して、食事を作ってあります。病院からの、診察帰りですとか退院してきた方もいらっしゃいますし、年齢は本当に若い方からご年配まで、男性も女性もいろんな方が見えます。おすすめは季節の玄米ランチです。今日のランチは季節のお野菜を使った旬のものをメインに出しております。大豆ミートはいつも出してるんですけど、タンパク質を意識している方が多くて、大豆ミートは実は食品の中で一番タンパク質が入っているので。天ぷらは米油で揚げていて、さらに、グルテンフリーという言葉があるんですけど、粘液が強いグルテンが入っていて、それが体に負担を与えます。なのでなるべく小麦粉を使わずというところを進めたくて米粉で揚げています。サクサク感が小麦粉より強いので、特に男性に天ぷらは人気です。舞茸は表面サクサク、中はしっとりジューシー。厚揚げも一工夫しています。厚揚げはミニトマトを乗せてるんですけど、ミニトマトの下にチーズの代わりに豆乳のマヨネーズも使っています。豆乳と味噌などでマヨネーズ風に、さっぱりとした味わい。こちらは人参を刻んだ人参しりしり。普通卵を入れたお料理なんですけど、うちは動物性を使わないので人参だけの人参しりしりです。で、人参は体からお砂糖を排泄するという力を持っていて、これはおばあちゃんの知恵袋の一つなんですけど。優しい味付けで玄米ご飯のお供に最適です。続いてこちらは玄米黒カレー。植物の黒いもの、黒ごまとか黒カリンなどの、そういった植物を入れたカレーになっています。味はやや辛口、玉ねぎなどの具材の甘みが際立ちます。デザートのおすすめは濃厚な豆乳アイス、長野県から仕入れています。食事で病気も作れるし、食事で病気も治せると私は思っているので、そういったところから少しでも病気の方が苦しんでいる方が減ったらいいなと思っています。こだわりの食材も販売しています。焼津市の中陽ライフです。